いつもお疲れ様でございます。定例の会見を始めたいと思います。私の方から一言言っておきたいと思います。今、政治改革の議論が非常に盛んですけども、一番大事な点は何かと。やはり、この間の裏金事件に関わる原因、そしてその経過を踏まえてですね、一番大事なことは、企業団体献金を禁止するということに尽きると思いますね。したがってその内容がですね、今一番問われているというふうに考えます。で、特にもともと今度の政治資金パーティーというのは、いわば形を変えた金融献金ということを我々告発してまいりました。で、今与党の側はさまざまなことを言ってますけど、一番大事なこの点を抜かしてですね、何をすんねやということだと思いますね。ですから私たちとしてはすでに法案も出してますし、これの実現のために努力をしたいと、でそのことに尽きると。その点が抜けてはね、やはり我流転生を欠くということだと思います。そのことだけ述べておきたいと思います。で、これはまたやっぱり国民の声だってことをね、はっきりさせる必要があると。この間の世論調査でも明らかだし、でそういう点から言っても、私たちはその実現のために努力したいと思っています。私の方からは以上です。はい。NHK の森田です。今の政治改革の関連で、与党の中にもですね、その与野党で協議する場を作りたいという声もすでに出てきておりますけれども、この与党案の中身も踏まえてですね、この各党間の協議というのは現時点ではどのようにお考えですか。与党が言っている与野党協議というものはですね、明らかに幅を狭めて、今問題になっている3つ、例えば透明とか、それから議員の関与だとか言ってますけども、肝心要の点についてのね、議論なしでこの政治改革、特に私も30年前もそれ参画しましたし、でその時以来私たちとしては一貫してね、この問題の根本は企業団体献金にありということを言ってまいりました。ですから30年来のある意味主張ですよね。で、このことの実現が今いわば国民的世論になってきているというところが特徴だと。だから与野党協議っていう場合に、この問題をそらしてですね、結局のところそこそこのところでやろうかなんていう話はね、この問題の深刻な事態についての解決ということに真剣に向き合ってないということの私は証明だと思います。もう一件別件なんですけれども、昨日翼の党が選挙妨害でですね、家宅捜索に入られましたけれども、今各党の中でですね、この公職選挙法を改正すべきだという意見がありますが、今回の問題に関して、また法改正に対しての共産党のスタンスを改めてお願いできますでしょうか。まずね、選挙活動の妨害というのは許されないということが一つ。それとそういう問題に対してどう対処すべきかというのはね、やはり選挙管理委員会をはじめとしてそれらがきちんと対処すべき問題であって、したがって現行法の範囲内でできることきちんとすべきだということだと思います。で、それが今中心じゃないでしょうか。で、問題はそういう中で選挙活動の本来一番この議論が公正に保障されなければならない、選挙において妨害されること許されないという見地と、それとやはり自由な発言を行うという両方を兼ね備えるためには、現行法でどこまでできるのかということをしっかりすることがまず前提じゃないでしょうか。共同通信の清水です。先ほど衆院では政倫審で42人を審査対象とすると議決をしました。参院でもですね、政倫審29人残り29人について
出席説明をすべき説明を求める議決を与党側に求めている状況です。規制法の改正案これから議論しようというこの段階になって、いまだにその都合合わせて衆参合わせて83人がですね、野党から説明すべきだと求められている、この状況についてはどう考えますか。まずね、その求めている状況っていうんではなくって、それを放置してきた自民党の責任ってことが大事であってね。で、今私たちとしては衆議院でもようやく、まあ今日も言ったんですけどね、この問題というのが2つの重要なね流れがあると。真相究明、真相解明、これは大事だと。で、そのことが前提となってね、初めて本来政治改革という問題にもつながっていくと、こういう2つの関係ですよね。で、そうしますとね、衆議院で44名の政倫審をこう招集すると、審査を行うということについて決定したことはね、大きな意味があると思うんですね。それはそれとしてね、ようやくだけども、でしかも自民党も公明党という与党も賛成して全員会一致で決まっていると。で、そこで片や参議院では政倫審でそのことを決めた29名の方々が応じないと言っている問題と、いずれもどこに問題があるかということを、自民党の態度に問題があるということなんですよね。で、しかしそれを超えてですね、参議院でも17条に基づいて、つまり説明を求めることができるという、まあ衆議院の場合18条ですけども、そういう内容に基づいてもう一歩、まあ参議院でもね踏み出そうとしているということではね、やはり国民の世論を背景に真相究明ということの動きがね起こっているということを無視できないということは2つ目だと思うんです。いずれにしてもね、皆さんもご承知かと思うんですけど、4月5日にこれ参議院の場合決めたわけじゃないですか。その時にね、自民党の国対委員長とそれから筆頭ですね、佐藤さんはこの29名に対して出席を促していくと、面談を求めると、説得するということを言ったんでしょ。私は今日政倫審で幹事会で主張したんですけど、参議院ではそうやってると。だから衆議院でもやね、自民党はやっぱり自民党の責任なんですよ、出させということに出なさいということを積極的にねこうアプローチするのは当然ですよね。そうせえよと私言ったの、まあ笑ってないごまかしてましたけど、そういうことが必要じゃないですか。で、それを問題とね、まあ今日も先ほどぶら下がりで意見出ましたけど、そのなんだ、自分は出ますよと言ってる人たちに対してどうですかって言ってはったけど、ほなもんデーアとちゃんと合わせて、しかもそのことについてですね、メディアがねやはりそういう、ね、全部持ってんねえから言ってたじゃないかということでね、その責任を追及するということで世論を大きく盛り上げていくということが問われてるんじゃないですかね。はい、朝日の小林です。今日は午前中から立憲と国民民主党がですね、政治改革の法案の協議をしてるんですが、共産党はすでに独自の案というのは昨年も今年も出してると思うんですけれども、この野党の協議というのに今後加わっていくって考えは今のところあり得るのかと。交換、メディアも含めてそうお伝えになっている協議ということはお伝えになっていることは知ってます。でもうちところに対して呼びかけあるわけじゃないんで、さっき言いましたようにね、すでに共産党我が党としては、この問題の解決の中心である企業団体献金禁止ということを出していると。ですからその点について、実現するために協議を行うということは当然あり得ると思うんですね。で、その方向をですね、今本当にこう追求すべき時期だと、ここは一歩も譲らずに頑張ろうというのが必要じゃないですかね。毎日です。そうです。その協議を行うっていうのは、それはどういった枠組み、その野党間でのことを言ってるのか、それとも今与党の方が野党に対しての協議を
なんかしたいみたいな雰囲気を出してますけど、その辺はどうお考えですか。うん、そこがね、思われる問題ですけど、なんで協議しようとしてるのかと、枠内ずっと取り込みながらね、まあ着地点を適当なところに、まあ適当なところっちゃおかしいけどやろうっていう腹がありますわな、自民党って。あとあの中身見たらね、なんでこれやねんと思う人がいっぱいじゃないですか。裏金事件の根本を解決すると、そう2つあると、真相究明だということと、もう一つ本当にこれ根絶しようと思うと、企業団体献金禁止というね、肝心のところ、正規のところにこう踏み込まんとあかんわけですわな。それを透明化だ、節約活動費は中身は何だらってね、穴見てね、誰がマシは思います。だから世論で見たら自民党の提案がまともでないというのは NHK の、悪いけども NHK さんの世論調査でも7割以上があかんと言ってるわけですから、そのところに引きずり込もうなどということにね、乗っちゃあかんわね。まあ、ただその野党が今あのまあ5月の連休明けに、まあ、3つ一致して、なんかまとまる、あの、4党でですね、一致したことありましたよね。あれ、あの後に、まあ、何かあのまとまっていくのかなと思ったら、意外と、まあ、各党それぞれ提案していくとか、まあ、今、立憲と国民は協議してますけど、まあ、ちょっとそういう状況を見て、その与党側は、まあ、まあ、それでもね、なかなかやっぱりね、政権党ですよ。今お話しあったように、5月の7日の日にね、一致したのは政策活動費の廃止、ないしは全面公開、まあ、全面公開すれば廃止になると同じものですから、そういう問題と金融献金禁止って言ったわけだから、それはその通りだと思いますよ。でそういう中にあって、片や違う方向がね、自民党から出されていると。でしかしその中身は国民的に言うとおよそ評価できないと言っているものだという、スパッとそれを割り切ってですね、やるということが必要だと。でそういう対抗軸として言うならば、やっぱり一番肝心要の企業団体献金禁止、それから今言ったあの政党政策活動費などというのは全面公開か禁止かというあたりの筋をドンと出すことが必要でしょうね。いささかも揺らいでもならんということですよ。ほな、許せないですか。ほな、おぎに。